サーダトゥラーハーンは、南インドのカルナータカ大使、サーダトゥッターハーン一世とも呼ばれる。1710年、カルナータカ大使ダーウード・ハンパンニーが、デカン総督に任命され、デカン地方へ赴いたため、サーダトゥラーハーンが代わりに大使に任命された。彼はすでにこの頃により独立の動きを強め、ムガル帝国から自立化しつつあったという。 1711年には、サーダ・トゥ・ラー・ハーンは、全大使が、イギリス東インド会社に与えたマドラス付近のゴムラに、関して、不十分な助成金を理由に返還を要求したが、結局これは会社側の有力商人によって、有効的に解決された。アウラング・ゼーブの死後、ムガル帝国の広大な領土では、反乱が相次ぎ、1713年に、帝国内で、 ジャハーンダールシャーとファルフシアルが定位をめぐって争うとカルナータカ大使サーダトラーハーンは帝国から独立しカルナータカ地方政権を樹立した以降1744年まで彼の一族であるナワーヤトケが大使を接襲することとなったこれにより南インドの広大なハントがムガル帝国から消え去りこの地に帝国の支配は及ばなくなってしまったとはいえ 歴代の君主は、名目上は、帝国の主権を認めていた。サーダトゥラー・ハーンの治世初期には、北インド出身のラージプートであるデーシングが戦ジを拠点に反旗を翻し、反乱は1714年10月3日に、彼が殺されるまで続いた。サーダトゥラー・ハーンの治世で注目されるのは、ムガル帝国の正式の許可なしに、オイノ・ドースとアリー・ハーンを、 後継者に指名したことだった。また、1724年には、南インドの他の勢力とも連携して、マイゾール王国の首都、シュリーランガパッタナを包囲している。1732年、サーダトゥラー・ハーンは死亡し、大首位は、ドースト・アリー・ハーンに継承された。ありがとうございます。